皆様こんにちは、刑事チャンネルです。ということで今日の動画はですね、刑事チャンネルと話すべということで、私と雑談をしていきましょう皆さんと、というそんなまあ雑談動画となっております。主にまあ適当に雑談、最近の僕の話をしたり、前回のですね、雑談動画話すべ14話かなで、皆さんからいただいたコメントに対して、まあ、動画でお返事をしていって、そんなですね、誰も得しない動画となっておりますので忙しい方は即座にこの動画を通していただいて、いや大丈夫、安心しろって、忙しい人はこんなチャンネル見てないということでね。まあ最近のといえばもっぱらこれですよ。もっぱらこのキトゥン、まあもうキトゥンっていうかもうね、KT ペロペロしてる。キトゥンペロペロ、クンクンスンスン、ペロペロレロレロということで、もうねこれね、グラビティレンズ2がね、先日、まあ、発売して、まあ、買ってきて、プレイしてます。で、動画も撮っていて、ゲームで刑事チャンネルの方では、なんとですね、グラビティレンズ2のですね、まあ、実況動画も、見れちゃうわけですよね。いい匂いするんだ、なんかわかんないんだけど、この髪が。髪の匂いってなんかね、昔から好きなんだよね。テストの答案用紙の匂いとか。なんかさ、漫画とか読んでるじゃん、漫画とか読んでて。なんか読んでるとおもむろにさ、匂い変えちゃうんだよね、髪の匂いって。あと、お金の匂い。お金の髪の匂いもすごい好きで。何なんだろうね。特にね、漫画読んでて一番ね、あ、これいい匂いだなと思ったね。初めの一歩よくわかんないんだけど、あのね、単行本はなぜかね、ちょっと話が、どこに行くんだ、俺の話は。俺の雑談一人歩きしちゃうからね。ねえ、もう気づいたら抹茶の方行ってるでしょ。ねえ、帰ってこーいってね。これなんですよ。グラビティレンズ2がですね、まあ今はもうもっぱら僕やってますけれども、マジで神ゲーかもしれない、これ。いや、まだね、そんなにすごくたくさんやれてるわけじゃないんだけども、めちゃ面白いぞ。めちゃ面白いぞ。ねえ、ちょっとごめんね。動画にお尻向けちゃってちょっと申し訳ないんだけどさ、私といえばね、やるゲームといえばね、最近だとこれ買ったディアブロですよ。これもこんなもんね、今もやれないよっていうぐらいね、もうね、めちゃね、ハマってるんだよね。あとこれとかね。あとこんなんとか、まあ、こんなんとかね。とこんなんだよね。こんなんだよ。なあ、俺このガチムチゲームばっかりじゃねえかとかって思わせておきながらさ、思わせておきながらこんなお茶目なゲームもやったりするんですよね。まあその事実に、俺自身もびっくりしてるんだけど、これ面白いよ、本当に。なんつーかなー、グラビティレンズ2で、これ、まあ、1もや、あるんですけどね。で、1はね、僕ね、実は、やってる最終で、途中でね、飽きて投げちゃったんですよね。まあ、何が飽きたかっていうとね、戦闘がすごいね、グラビティレンズ1はね、単調だったんですよ。なんかどこまで行っても同じような敵に同じような攻撃仕掛けて戦う。まあそれは僕のね、プレイの仕方が、なんだろう、平凡だったからそういう風に感じたかもわからないんだけれども、なんかね、主人公が、まあ、空飛び回って、なんか街を探索してっていう、そこまではすごく良かったんだけれども、なんかこう、どうもね、大事なゲーム部分になんかちょっとこう単調さを感じてやめちゃったんですよね。で、こっちの方はね、まあ、基本的にはまあやること一緒なんですけれども、ただなんかその、なんか違うんですよね。もうなんか違うっていうこの感覚が一体これ何なのか、まあなんかそのまだ始めたばっかりだから楽しいっていうのもあるかもしれないんだけれどもね、その何なのかっていうのをよく分かった時点で動画でレビュー動画作りますから、これなんでグラビティデイズ2がこんなに僕は今楽しくてしゃあないのか、思ってるのかっていうのが、なんかまとまったらね、おすすめ、本当にできるゲームだなと思ってますので、皆さんにね、紹介していこうかなと思ってます。めちゃ面白い。だってこれだよ、これ、まあ、主人公がくれて、これで、こんなやらしい娘がだよ、これどうやってここでパックリ開いてんの、これ。パックリだろ、これ。なんなん、これ。どう？こら！お父さんとお母さんが、どんな顔して！まあ、こんな話はどうでもいいんですよ。まあ、そんなわけでですね、まあ、これちょっとまあ、これ、
お気に入りゾーンというかこの辺にも常に映しておきましょう。 YouTube のマークってねすぐそばにね、映しておきましょう。そんなわけでね、まあ、皆さんどうで買った買ったみんなグラビティデイズ2ね。今日ね任天堂スイッチのね予約開始日だったんですよ。予約開始日、いやもちろんそのなんだろう、私仕事だったんで、あの予約しにさヨドバシに並ぶこともできずだよ。いや北海道で札幌でヨドバシで並んでる人はいたのかどうかちょっとわからないんだけども、ね、もちろんその並ぶこともできず、家の前でインターネットにへばりついてなんかクリックポチポチしながらこう予約することもできずね、一日働いてきて夜帰ってきてすごい遅い時間ですよ今。こんなさ電気でデコもテカりまくってる中でのこの動画撮影ですよね。まあ動画作るの本当楽しいからまあいいんですけどね、いいんですけどねということですね。皆さんあの話すねでいただいたコメント以外にもですね読んでいくかもしれません、というか読んでいきます。で、あの前回の動画の時に僕皆さんに、ね、なんかこうトークのお題をよかったらちょうだいね、ちょうだいっていうかなんかこうヒントとしてなんかあったらこんな話聞きたいっていうのがあったらぜひ書き込んでねって言ったんですけど、皆さん結構書いてくれて本当にありがとうございます。おかげさまでですね今回は、トークのネタにはまあこと書かないんじゃないかなとかって思いつつも、一個一個のトークすごい盛り上がったり広がりすぎたりしたら、まあ、動画の時間必要以上に長くなっちゃうんで、まあこの雑談動画話すべはね大体20分ぐらいを目安としてます。あもう言ってる間にほらもう6分ぐらい過ぎてるわけでしょ、もうどん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 行かないとねということで、では早速読んでいきましょう。こちらはですねどこかの動画についたんじゃなくて僕のチャンネルのフリートークっていうところになんかコメントがついたんですけれども、こんなことできるんだ。えんちゃまさんからのコメントです。いつも見てるぜありがとうございます。ところでグラビ2好きなら実況動画あげればいいじゃん、出すなら見るぜ、出してます出してます。ちょっとゲームでゲージチャンネルっていう僕のもう一つのゲームの実況やってるチャンネルあるんで、ぜひ見てみてねということですね。はい。続きまして。これは2017年1月発売の買うべきタイトルはどれだっていうゲームのソフトを紹介している動画についたコメントです。AAA2 世さんからのコメント。金ハー欲しさに PS4 を買うのはありですか、また、金ハー以外でおすすめのソフトありますかね、バイオ、メタルギアはハマりませんでしたと。皆さんってゲーム機を買うとかそういう時って、まあ、でかい金額だよね。ゲーム機1個バーって買うってさ、ね、今でこそさ3万4万当たり前の世界になってるよね。昔ファミリーコンピューターの1万4千だったね。でもねガキの俺には買えなかったよ、もちろんそんなもん親のすねしかじるしかなかったよね。まあそんな話はどうでもいいとして、ああいうゲームハードを1台買う時ってどういうあれで買ってるんですかね。これ AAA2 世さんにちょっと僕激しく言いたいのは、金ハー欲しさにプレステ4を買うのはありですか。いやむしろそれがゲームハードを買う正しい理由な気がするんで、ね、やりたいゲームがあるからゲームのハードを買う、これ以外何の理由もない、ね、やりたいゲームなかったらゲームのハード買うことはまずないと思う。全然いいと思います、全然いいと思います。はい。で、あ、なんだっけ、あと金ハー以外でおすすめのソフトありますかって言われたらあるんですよね。これ。いや、僕もね、今までね、ゲームのね、そこそこね、まあ、いろんな人におすすめはしてきたんだけどね、もう今回激しく思ってる。やっぱりね、ゲーム好きなゲームの属性ってあると思うんでね、多分ね、もうね、こういうゲームが好きな人は、もうこういうゲームがやっぱりね、ハマっていくわけだよね、こういうね。こういう感じがね、こういう感じがハマっていくわけなんだよね。で、キンハー好きとかやったらもう、キングダムハーツ好きだろ、もう、ちょっとこっち寄りだろ。あと、これ。俺が持ってるのはそれぐらいしかね、そっち寄りのゲームないから、ちょっとなんとも言えないんだけど、うん、まあ、まず、キングダムハーツをですね、2.8 で、どうでしょ。で、2.8、品薄らしい。すごい品薄らしいよ。なんか、消化率 90% らしくて、どこ行っても売ってねえみたいなの結構あるらしいからね、買いたいならほんと早めに買った方がいいと思うんだけれども、まあ、追加されるか。まあ、キングダムハーツ、まずじっくりやった後に、なんかちょっとやりたいソフトねえなと思ったら、ぜひちょっとどうでしょうね、うん。キトゥーンは、まあ、もうちょっとね、キトゥーン自体は俺に嫁入りが決まってはいるんだけれども、ゲームはさせてくれるらしいから、
やってみてはいかがでしょうかということでさあ、次ちょっと読んでいるよと、あ、これ、あ、雑談動画話すべ14話にいただきましたコメントです。茶そよしさんからのコメント。PS4 を買おうと思うのですが、似たような内容のコメントですね。FF15、ペルソナ5、テイルズ・オブ・ベルセリアで迷っております。てんてんてん、かっこ悪い。笑い。あ、そこまで？そこまで？え、何？どれがいいですかっておすすめしてくださいとかじゃないの？それ以上？何？報告？迷ってるよっていう報告で終わり？いいの？いいの？じゃあ、なんかこの中でこれ買った方がいいんだよっていう、言わなくていいのかな？いいのかな？報告で終わりだね。一応おすすめするとしたらもうこれなんでござるよ。ここにもなんか書いてんだよね。見て。紙もいい匂いするんだよ。最悪これ買ってゲームがつまんねえと思ったら紙のケースの匂いを嗅いで、いい匂いじゃねえとかっていうのはありえるから、まあ、絶対的にグラビティレイズ2だよね。ね。あ、でも待って、さっきから俺グラビティレイズ2をめっちゃ押してんだけど、なんかね、一説にはゲームの中盤以降に初代グラビティレイズ PS ビータと今 PS4 で出てるやつの中のキャラが何食わぬ顔でバンバン出てくると。ね。だから、なんだろう、まあ、要は完全に続編なわけですよ、続編。あの、グラビティデイズ1の続編なわけですから、1をやっておいた方がよりストーリー的にはいいと。いうことなんですよ。いや、ちょっと俺、話脱線していい。もう脱線していい。いや、俺どうなのと思ってさ、どうなんだろうと思ってるのは、その、ゲームがさ、1、2、3、4って続いていく中で、その、2やりたい。まあ、直近で発売された最新作の2やりたいなと思っても1をやっとかないとは楽しめませんよっていうのは俺ちょっとどうなのと思うんだよね。でそれってことはさ、要はさ、キングダムハーツじゃねえや、このグラビティレイズのこれ1だとして、1の売り上げが10万本だとするよね。仮に10万本売れました。で2出しました、満を持して2出した、これはアレフガルドだけど2出した、で、これ、続編だったとしたら、これもう、なんだろう。これ、ターゲットがもう、1をプレイした10万人しかターゲットになってないじゃん。っていうのはどうなんだろうって、ちょっとぶっちゃけ思ってるんですよね。うん。まあ、いろんな考え方がいいよ。それを抜きにしても、2は2で楽しめる。っていうんであれば、それもいいよね。あの、1をプレイした人はさらに楽しめる。っていう、そういうプラスアルファであれば、それはそれでいいと。で、さらに言うと、グラビティレイズの場合、まあ、プレイステーション4で、まあ、2出てるわけだけど、プレイステーション4で1も出てるから、まあ、遊べるわけですよ。ね、ダウンロードでもいいし、買ってきてもいいし、安く売ってんだよ、今多分。安く売ってんだよ。で、そのしばらく前にはフリープレイにもなってるんだよ、1は。ね。だから、まあ、より多くの人が2に行く間口は広がったけれども、まあ、でもどうかなってちょっとそこの部分だけは思うんですよ。だから、まあ散々おすすめしたけれども、そういう、1やっとかないとわかんないんでしょ。それちょっと嫌だなって思う人は、もう1からやるぐらいの覚悟があってならいいんじゃないでしょうか。ね。あ、ちなみに僕はそういう、さっきも言ったけど、1ぶん投げたんですよ、途中で。それでもやってて楽しい。で、まだね、その、なんだ、1の登場人物が出てくるとか、その辺のところまで行ってないから、なんだとは思うんだけれどもね、あ、いかんいかん、もう13分も経ってるよ。ね。さあ、続きまして、スローンズ・ザ・シープさんからのね、コメントです。これ、ちょっと、スローンズ・ザ・シープさん、これ、なんて読んだらいいのか、ぜひコメントください。お願いします。ちゃんと読んで差し上げられないですってね。ずっと前からですが、後ろの銀の追跡者みたいなやつが気になると。銀の追跡者。これのことだと思われるんですけど、これはですね、ガネーシャ。ガネーシャですね。ガネーシャの、銀の像、ちなみにここの持ってたやつ、ね、倒して折れました。折れちゃったとかなんだけれども、なんかね、別のコメントで、夢を叶える像に影響されたんですか、後ろのガネーシャの像は、って、いうコメントをくれてた方もいたんですけども、ほぼほぼその通りです。
ほぼほぼその通りです。まあ本に、あの夢を叶えるぞっていう本があって、それを読んだことがあって、まあそれすごい僕は好きな本なんですよね。まあ特に内子啓発本みたいな感じなんで、好き嫌いはかなり分かれるとは思うんですけれども、かなり読みやすくできてる、楽しめるエンターテインメント的な、本でもある。で、僕のチャンネルの中でその本をね、なんか紹介してる動画がある。かなり昔だよ、かなり昔だよ、僕がまだビロンビロンのロン毛だった頃のやつなんだけど、ね、でそれに出てくる、まあ、ガネーシャっていう登場人物が、まあ、あの愛らしいっていうんで、まあ、あの恋に好きになったということですね。まあ、ただその夢を叶える像に出てくるガネーシャ、こんなね、いかつい感じじゃなくて、もうちょっとコミカルな感じで描かれているはずなんですけれども、まあ、なんて言うんだろう、もう結構こういうエスニックな雰囲気の置物とかは割と嫌いじゃないんで、あの、で、なおかつね、これ動画撮ってたりするじゃない。動画撮っててさ、いや、ここにさ、YouTube のさ、画面とか、マークをさ、こう、ディスプレイにさ、映してるのもそうなんですけど、やっぱりね、殺風景すぎると、やっぱりね、あれなんですよね。なんか寂しいんですよ。後ろ真っ白とかも嫌じゃないですか。ね。ヒカキンさんとかの動画なんかもうめっちゃ華やかじゃない。いろんなぬいぐるみあって。ね。いいなと思う。いいなと思うもんね。うん。でもちょっとなんかね、置けないよね。俺の部屋ね。いや、置こうかな。なんかいいぬいぐるみあったら教えてください。ということで、サラウンドザ、サラウンズ、サラ、サラウンドザスリープ、スリープさん。ガネーシャです。さあ、続きまして、あ、久しぶりですね。久しぶりじゃないのかな。ルークーさんからのコメントです。アイコン変えたのね。刑事さんって、経営者、何の仕事してるんですか？おい、何の仕事って聞きたいのに、これ仕事になってるから。おかしいから、おかしくなってるから。おちん、ちちん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 、こらちょっと待って、みんな待ってね。みんな俺の動画におちんちんって言いすぎ。おちんちんって言うのがダメなんでしょと思ってる人は、おティンティンとかおフィンフィンとか入れてるけど、同じだからな。それ同じだから、おちんちんって言ってんのと変わんねえからな。さあ、僕の、仕事は何をしてるんでしょうかということで、ね、ルークさん気になって、るようですけど、ね、僕のこと見てたら、何の仕事してるか、容姿に現れてると思うんですよ。はい。見てください。僕の容姿といえば、ハゲかけているですよね。ハゲかけている。うすらハゲかけている。でも、ギリギリ踏みとどまってる。そこにヒントがあります。ね。まあ、何の仕事かっていうと、ハゲそうな人をぐっと踏みとどまらせる仕事をしてます。ああ、もう黙ってるとこの人、ハゲちゃう、ハゲちゃうよ、ハゲちゃうよっていう人を。ぐっと踏みとどまらされる。アデランスとか、ディーブ21で働いてるとか、そういうことではない。これは、ジョークで言ってると。いうことです。僕は、なるべく、YouTube で出してる姿の部分以外は、皆さんには、なるべくお見せしないようにしてます。これ、なぜかっていうと、つまんなくなるじゃないですか。一気に。ね。エンターテイメント感がなくなっちゃうんで、めっちゃ生活感が出ちゃうと。というわけでですね、何の仕事をしてるかと言われたら、まあ、ハゲを踏みとどまらせる仕事と、そういうふうに感じていただけると嬉しいかなと思います。では、続きまして、バリアスさんのコメントです。登録者数もコメント数もだいぶ増えてる。初期から見ている身としては嬉しいような、寂しいような、大好きなインディーズバンドがメジャーデビューした時のような感覚ですと。これめちゃわかる、ま、めちゃわかるわ。その、好きなインディーズバンドがメジャーデビューした時のような感覚って、なんかめちゃわかるわ。ね。僕結構その若い思春期の頃ってインディーズバンド全盛期の時代だったんですよ。それこそ、なんだろう、ビジュアル系のね。で、インディーズのバンドであるっていうことがなんか一つのステータスみたいな時ってあったよね。あったよね。まあもちろんメジャーデビューした方が音楽としては成功だと思うから、まあ、インディーズの人たちはある程度、そこで、流し入れたら、もう、メジャーに行くっていう、そういうサイクルをしてたんだけど、なんかこう、インディーズのバンドを好きっていうのは、あんまりまだ多くの人が知らない、なんかいいものを、俺は実は知ってるぜ、みたいな。そういうなんかね、気持ちになるんだよね。だから、どんどんその、好きなバンドの名前が知れ渡って、もう学校のクラス中の女子がもう、あのバンドいいよね、みたいなこと言い出したらもうね、すごい冷めちゃう。ああ、もう、どうでもいいやって。また違うマニアックなバンド探そう、みたいな感じで。そういうのあったね。あったよね。めちゃわかりますわ。めちゃわかりますわ。関係ないんだけど、
任天堂スイッチ予想雑談価格はっていう動画にいちご大福さんからのコメントをいただいてます。おついついこら言い方変えてもダメってさっき言ったでしょおちんちん系はダメだよ。はい、続きましてあ、またですね、すいません、これ話すべ14話の、動画のコメントなんですけども、またサラウンズザシープさんからの、コメントですね。簡易な動画でいいので去年か数年間で見た個人的に面白かった映画や DVD、ブルーレイランキングとかあると嬉しいです。お体気をつけて雑談大好きですと。ありがとうございます。それ以外にもですね、ベイ・マイケルさんから、好きな映画ベスト3を教えてください。なんていう。結構みんな映画好きなん好きなん、それとも無理やり絞り出した。なんかこう、雑談してほしい内容をなんか言ってくださいって言ったから無理やり絞り出して映画どうなんでしょう。でもまあ映画はね、すごくいい娯楽だと僕思うんですよね。なんかそのテレビ見てるよりはずっといいと思うんですよね。芸術でもあるしね、一種のね。で、僕も結構映画は好きですね。ただ、なんだろうな、ベスト3、好きな映画、去年見た映画でとても楽しかったもの、面白かったもの、ベスト3は何だろうって言われて、なんかごめんなさい、ちょっと急なんで、なんかパッとは出てこないんで、今度なんかそういう動画を作ってみようかなと思います。で、今ね、なんかパッと出てくる映画をなんかみんなにせっかくだから紹介というか、僕がこんな映画好きだよっていうのをちょっとね、伝えてみたいなと思うんですけれども、でもまあだからといってさ、いや僕ダークナイト好きなんですよって言われてもつまんないよね、それ聞いててもね。あーはい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 、ショーシャンクの空に大好きなんですよとか言われても、あーはいはいはいって感じだよね。ね、なので、僕がね、あんまりね、他の人には受け入れられにくいんだけれども、僕はすごい好きなんだよな、この映画っていうのがね、結構、まあ古い映画なんだけど、2000年か2001年、2002年、2003年とか、それぐらいの映画なんだけど、メル・ギブソン主演のM・ナイト・シャマラン、どっち？俺、シャラマンだかシャマランだか分かんなくなるね、いつもね。シックスセンスの監督。あの監督がやってて、メル・ギブソンが主演をやってる、サインっていう映画が、僕めちゃ好きなんですよ。もう何回も見た。ね。どんな映画かっていうとね、あんまりネタバレしちゃうと、まあ、もし興味湧いた人はなんかその、YouTube、それこそ YouTube で、その、映画のさ、予告とかを見てみたらいいと思うんですけれども、あの監督の映画は結構そんなにネタバレしちゃうとやっぱ牛乳つまんなくなっちゃうので、あんまり言いたくはないんですけど、とある、農家、人里ちょっと離れたところに住んでる農家で暮らしてる一家のお話なんですよ。その家の一家の、畑に急にミステリーサークルができたと。ね。まあそういうお話ですと。いや、これ結構ね、僕は好きなんですよね。騙されたと思って見てください。で、9割方騙されたって言うんですよ。言うんだな、これが。なんかね、そう、いい映画なんだけどな、すごくな。はい、まあそんなわけで、続きまして。俺続きましてって俺今何回言ったどんだけ続きますねんという話なんですけれども、あ、いかん、もう23分だぜ。雑談動画話すべ14話についた、コメントです。1019、ジョン・メダカさんからの、コメントです。雑談で時事問題とか延々に話してください。政治、芸能、経済、スポーツ、などなど、刑事さんから見た意見を聞いてみたい、かっこぐだれ。これぐだらせたいだけだろ、これ。ぐだらせたいだけでしょ、これね。ねえ。まあ、なんだろうな、政治経済とかの話はね、いろんな意見があるんで、別になんか僕がここで今持論を話したところで、なんかちょっとしょうもない感じになっちゃうかなと思うんだけどね、最近の、芸能とかさ、見てると、まあ、芸能に限ったことじゃないんだけど、炎上みたいなのすごい多いじゃないですか。例えば去年で言うと、まあ、不倫騒動に悩まされた人たちとか、最近で言うとね、加納栄光さんとかがちょっとこう、炎上っていうか、まあ、炎上っていうか、まあ、みたいな感じですよね。で、もっと遡ると、野々村議員とか、おぼがたさんとか、まあ、あの辺の、なんかこうさ、まあ、第一線で活躍してる人たちが、
まあ、なんかミスとか、なんか悪いことやらかすわけですよね。ね。社会的なモラルに対して悪いことやらかす。で、それはまあ、まあみんな悪いことしちゃうよ。いや、ダメだけどね。ダメだけどね。ダメだよ。犯罪はダメだよ。犯罪はダメだし、わかってる。わかってるんだけど、そこに対して、それを見てた人たち、見てた人たちっていうかさ、それをなんかこう、みんなネットで叩きすぎじゃねって。ちょっとめちゃ思うんすよね、最近。あの、YouTube にしてもそうだけど、YouTuber でさ、なんかちょっとなんかさ、なんかニベアちょっとさ、無駄にしちゃったらさ、とかさ、なんかちょっとなんかしただけでものすごいめちゃくちゃ叩きますよね、皆さんね。ね。やりすぎじゃね？なんつーのかな、それこそ野々村議員なんかはそうなんだけどさ、もう叩かれすぎて、社会復帰無理じゃん。ね。ベッキーとかもそうなんだけど、まあ、ベッキーは復帰しつつあるんだけど、なんか人って失敗すると思うんですよ、絶対。で、悪いこともしちゃうと思うんですよ。で、大事なのは、悪いことした人たちを再起不能にするとか、永遠にどっかに閉じ込めておくんじゃなくて、そういう人たちが、その失敗、失敗をもとに立ち直るっていうことが大事だと思うんですよね。だから、まあもちろん、例えば犯罪なら、まあそれなりに刑罰を受けて、ね、受けるべき罰を受けて、そして晴れて社会復帰。人間ってのは、一度の失敗だけで全てを無になるようなことではダメだと思うんですよ。失敗はあるからね、大なり小なり。ね、まあでかすぎる失敗はダメだよ。殺人とかっていうのはね、それはたとえどんな理由があったとしても、情状酌量みたいなのはあるけれども、まあそれ、もう取り返しのつかないことと、まあいろいろあると思うんだけれども、なんかその、とどめを刺すみたいな、今のネットの炎上の風潮にはちょっと僕は、怖いなーっていう、これ稲川淳二のモノマネなんだけれども、そういうふうにちょっと感じるところがありますね、なんだか。ね。まあでも人の噂も75日でね、散々炎上して叩かれてた人たちも、まあ来年再来年いつの日かには、まあみんなある程度忘れていって、ちゃんとあのしっかり社会復帰するんだろうと思うけど、いやでも野々村議員はもうあれどうにもならないんじゃないかな。ねえ、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 ネットでおもちゃにされちゃって、まあそれなりのね、それなりにまあ悪いことしたんだとは思うんですけれども、というところですね。まあそういうのにちょっと恐怖を感じている、そういうお話です。メダカさん、まあまあぐだりましたよ。これどうする、この空気、この空気どうする、どうする、もうちょっとこの辺で終わっとくか今日。もうの27分も喋ってるからさ、ね、まあそんなところにしとこうかな、じゃあ今日は。あ、じゃあ最後ですね、この動画のこの話をして終わろうかな。雑談動画話すべ14話については、やさぐれルチルさんからのコメントです。雑談で話してほしいのは、ケイジさんがゲームを好きになったきっかけのゲームはどんなゲームだったのかなって思います。すでにどこかの動画でお話しされていたらすいません。いや、とんでもないです。僕もね、なんかどこかの動画で話したかどうかなんてね、もういちいち覚えてないですよね。だから、なんか変な話で、なんかずっと見ててくれてる方、またあいつ同じ話してるよみたいなね、そういうトークって結構あるかもしれないんですけども、まあ、あの、年食うと同じ話何回もしちゃうんですよ。そういうもんだと思って聞いてくれたらいいかなと思ってます。僕がゲームを好きになったきっかけのゲームは何かって言われるとね、あの、これといって、で、なんか一つのゲーム、これがすごい楽しかったからっていうのではあんまりないんですよ。あの、ゲームが好きになったというよりは、昔って、ほんと、こんなちっこいガキの頃、いや、こんなにはちっこくねえな。これぐらいのガキの頃って、まあ、やっぱり誰かの家に集まってファミコンするんですよね。ああ、俺んちでファミコンやろうぜみたいな感じで、うわーってみんなで言ってさ。で、ファミコンつったって、まあ、コントローラー2個しかないから、4人とか5人で集まると、1人2人しかやってないんで、ね。で、後のやつらもう画面に釘付け、なんですよ。その空気がすごく好きだったんですよ。で、今のゲーム実況に通じるものがあるんじゃないかなと思ってて、それって、僕は。誰かがゲームやってる姿を今動画で今みんな見てるわけだよね。それって、すごく極論で言うと、その友達んちの家で集まってゲームやってたのを見てたのと
似てるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよ。ね。で、いやいや、一人でゲーム実況見るのは一人で画面に向かってるだけじゃんって思うけど、まあコメントとかで、同じ見てる人たちとなんとなくちょっと交流ではないけども、会話してる風にはなるわけじゃない。ね。だから、なんだろう、そういう空気感がなんか好きだったんですよ。ね。それが、ゲーム自体を好きになるきっかけみたいなところかな。みたいなところかな。なんじゃないかなって、なんかふと思いましたというところです。さあ、ちょうど30分ぐらいなんで、今日の動画はこの辺で、終わろうかななんて思っております。さあ、今回もですね、皆さんぜひですね、雑談の内容で取り上げてほしい内容ありましたら、コメントでいただけるとですね、今回みたくなんかこう、うまくまとまってんのかまとまってないのかよくわかんない状況で話していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということです。さあ、皆さんもですね、グラビティデイズ2買っていきましょう。どんだけ押すねん。俺別に、捨て場じゃねえから。普通に楽しいと思ってるから進めてるだけなんで。これ、なんか、宣伝してくださいとかね、一切ないから。なんか発売の元どこなのこれ、ソニージャパンスタジオ。なんかこう、ソニーからなんかもらってるのがないからっていうか、むしろソニーは、俺になんでそういうことさせないんだと。見てるわけないけど、見てたとしたら、ちょっと俺に、そういうなんかステマの仕事回して。怒られるよ、これ見てる人。はい、というわけで、刑事チャンネルの動画でした。はい、じゃあね、また別の動画で会いましょう。